皆さんこんにちは。 YouTube 科の大学のジロです。今回から3分でわかる動画シリーズを始めます。結構いろんな難しい言葉あると思うんですけども、だいたい3分ぐらい勉強すればまずなんとかなるんじゃないかなっていうところのコンセプトで、キーワードを3つに絞って今回から3分でわかる動画シリーズ、まず最初は鎮静薬から行っていきたいと思います。はい、3分でわかる鎮静薬、今回の3つのキーポイントは、キーポイント1、鎮静剤と鎮痛剤は違う。キーポイント2、鎮静剤と鎮静評価はセットで使う。キーポイント3、鎮静剤は主にプロポフォール、リナズラム、プレセデックス。ではキーポイント1からちょっとお話ししていきましょう。鎮静剤と鎮痛薬は違うというお話なんですけれども、鎮静剤と鎮痛薬、どこが違うのって結構一番最初に悩みどころなんじゃないかなと思います。でですね、鎮静剤っていうのにはですね、基本的に鎮痛効果がありません。基本的には意識が落ちるような薬になります。ですので、疾患自体の辛さをなくすというのが主な使い方になります。例えばですね、心臓の手術をするときに、もし痛くないとしてもですね、自分の心臓がこう開かれて、でそこで何か処置をされてってすごい不快ですよね。なのでやっぱいろんな処置には基本的に侵襲的な行為といってですね、体にとって不快感を覚えるようなものがいっぱいあります。それはたとえ痛みがなくてもやはり不快感に思ったりすることがあるので、そういう処置の際に基本的には意識を落としてあげることによって侵襲を緩和してあげるというのが鎮静薬の作用になります。ですので基本的には痛みを取るときには鎮痛薬、そういう処置の緩和、処置に対する不安などの緩和をするためには基本的には鎮静薬を使うというふうに2つのものを使い分けてください。またですね、重症患者の場合にはその後に PTSD 心的外傷後ストレス障害というのが起きるということが言われています。この活性率を下げるのではないかという、まだちょっと議論の段階ではありますけれども、適切な使い方をすることによってその PTSD の症状を緩和する可能性があるというところが鎮静薬のメリットになります。そしてキーポイント2ですね、鎮静剤を使うときには鎮静評価をセットで使うというところですけれども、ですね、結構鎮静剤使うと鎮静剤の投与量が、ガンマやいろんなものを使いますけれども、どういう投与量でやるかというのはやはり記載上を書くことが多いとは思うんですけれども、どちらかというと投与量よりも患者さん自身がどのぐらい鎮静薬が効いているかというところを評価してあげてください。この評価するツールに関しては、鎮静評価スケールなどになりますけれども、大人の場合はラス、多く使われていると思います。子どもの場合はですね、子どももラスが使えます。小児版のラスも、信頼性妥当性が検証されています。また SBS、またコンフォート B スケールという、この子どもの場合は3つ使えます。大人の場合は何個か、ラムゼースケールなどいろいろありますけれども、基本的にはよく使われているラスでいいんじゃないかなと思うので、そしてこちらの鎮静評価に関しては、他の動画で詳しく挙げているので、そちらの方を後で参考にしてください。そしてですね、キーポイント3、主に使われる薬剤というのはミダゾラム、プロポフォール、プレセデックス、主にこの3つです。この3つをまず押さえておけば、集中治療室または鎮静するタイミングに出会った時に、大体は対応できるのではないかなと思います。で、この3つの薬剤、やはりちょっとやっぱり性質が違うんですね。でこの3つの薬剤について、この後の動画でいろいろと解説していくので、基本的な特徴をつかむことによって、なんでこの時にこのミダゾラムを使ったのか、なんでこの時にプレセデックスを使ったのか、なんでこの時にプロポフォールを使ったのかが3分の動画を見るだけで、だいぶ詳しく分かってくるんじゃないかなと思うので、この後の動画ぜひ参考にしてみてください。今回は3分で分かるシリーズですね。まず、序論になりますけれども、鎮静剤について3分間でお話してみました。本当に細かいところを言っていけば、もうどんどん深くなると思うんですけれども、基本的にこれが基礎なので、ここが分かってないとやはり鎮静剤は分かりません。なのでこの後のそれぞれの薬についても動画をアップしていきますので、皆さんのグッド評価とチャンネル評価の方をよろしくお願いします。今回は以上になります。ありがとうございました。